え今日もですね新しい板をですね買っていきなりこう寒いゲレンデで滑るとこうへたりやすいと聞きましたもうキャンバーがなくなりやすいって聞いたんですけどもこう板のこう内部構造やこうコアシートなどの互いの接着面が安定してないのに氷点下でいきなり伸ばす。 踏んだりとかするとそれぞれの結合を返りするからだと思うんですけども新しい板っていうのは事前にこうしならせたりとかストレッチした方がいいのでしょうかこの辺り鍋さんのご意見いただければなと思いますのでよろしくお願いしますはいじゃす。お願いします,い,しますいや僕もわからないですねそれはうん,うんあのそう新品の板をはい 例えば寒いところに持っていって、はい、例えば下ろしましたっていう、はい、そういう多分想像がつくんですけど、はい、それでそのアーチベントが落ちるだとかいうことはないと思うんですけどそれは逆にだったらそのメーカーも必ずトレーニングしてから出してくださいみたいな感じになるじゃないですか。あまあそうですね それは聞いたことがないので、僕もないんです。僕も今までそんなことやったことがないっていうか。自分を滑ってる時に。はい,はい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 。あの、その、例えば、その硬いか柔らかいか、煽ってみますけど。はいはい。あのあ<ー>、そういうことは、はい。そういうことはチェックはしますけど。はいはい、それを、何回か、例えば。五十回繰り返すとかっていうことはないんですよね。はい。と思います。なのでもう、うんうん、その。ただ、その新品の板と。うん。 全く同じ板で、うん、2> あの昔2本同じ板を乗ったところがあったんですけど、はい、あのその時にあの自分がずっと使ってる板練習試合兼用の板と試合用の板みたいなものがあって、はい、でこっちは新しいままこうチューニングして取ってやると片方は、えー、っともうずっと乗ってるからあのチューニングももちろんしてるし乗ってる板と。下手には全然 あるると思います乗、うん、乗ってる板は乗ってて板る板と新品の板新品の板は逆にその乗りにくい部分があったり慣れてないから最初からこうあの反発が強かったりというのがあるんですけど、うんうん、だからただどちらにしてもその何かあった場合に新品を使わなくちゃいけないっていうふうに使ってたんですけど、うん、あの試合の時だけに使ったりとか。よっぽどそういう感覚しかなくて。 新しい板はあおってから入るなんていうことは僕はないですねそれちょっとわからないっていうかだったらメーカーからもそういう指定がくるはずだしある程度あおってから乗ってくださいみたいな感じになると思うしそれは多分ないとは思うんですけどん。あそうですねわかりましたまたんかこれ皆さんね見てる方からもご意見頂いたりとか逆にそういうこうだからっていうその。 あのそのものがあればまた教えていただければありがたいかなと思います、うん、分かりましたはい、はい、今回皆さんの意見もまだいただきながら、はいはい、解明できればなと思いますすそうですねあの、はい、またあのその本当に忌憚なるご意見というか、はい、あのどんどんその不安な部分があれば聞いていただければ今,今の段階でちょっと僕は答えられないというか、はい、答えが出ませんけどはい わかりました、はい、皆さんも何か気になることあれば YouTube の、ねね、コメント欄にいただければと思いますのではい、はい、ありがとうございましたい,します、えー、いつも YouTube のご視聴ありがとうございますこれからもですねどしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければまた私なりに答えていきますのでよろしくお願いしますスキー、スノーボードへの疑問を YouTube で回答しますスキー、スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や 体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら、YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。